Alright, halo nih halo minasan, welcome back to Nobrian Sawar aka Nobrian Sekai YouTube channel. Kali ini kita akan reaction untuk Gamma dan juga Biskuhan ya. Dan di sini adalah reveal untuk animasi, jadi kita akan bahas dan kita akan lihat seperti apa gamenya atau event yang kita dapatkan. Kita akan lihat nanti ini ngepasinnya gimana itu. Apa sih? Nah, ini pas. Mungkin pas. Jadi seperti itu, kita langsung aja play. Nih. Yes sir. 皆さんこんにちは。ドラゴンボール Z ドッカンバトルメインプロデューサーのお松です。お松。現在開催中の9周年曲大ドッカン祭りは楽しんでいただけておりますでしょうか。今日は2月10日に大阪で実施した9周年記念ファンミーティングでお伝えしました。わあ、サクティルアルコタヤ。ソンゴハンビーストとガンマ1号アンドガンマ2号の演出と性能を紹介させていただきます。ガマダンジュガこちら。あかんガチャージなんだい。もげん、いやー、プラバコンテンストラインに。究極を超えた新たな力、ソンゴハンビーストです。ソンゴハンビースト。こちらのキャラクターも9周年の第1弾で登場したスーパーサイヤ人ゴジータが持つ新要素、ターゲット集中を持っています。それでは、oh, jadi punya kemampuan yang sama dengan Gogeta yang bisa menyerap serangannya。エントランスアニメーション。今度は僕の番だ。エドカンフェス。完在。Makan ku. Oh, tu itu jurus super sayang dua. Persen dua movie. Is that all you got? Oh, ada Piccolo langsung.Unit ability. Dan ku sapu. Mantap. Saya belum nonton btw. Damn, aku merinding. いかがでしたでしょうか?今回は映画ドラゴンボールスーパースーパーヒーローを再現させていただいた演出に加え、ドッカンバトルオリジナルな要素も組み込ませていただきました。またユニット必殺技としてご飯の師であるピッコロと2人で放つ指定魔漢光殺法という本編にはない、いや別にと漫画や漫画表現させていただきました。ごくらわんビスコハン。続きまして、UI国版ビスコハンじゃない。でも、パス。漫画中から、ピー、キタランジュティンタリアン、キャー、ルンパス。または、指定の絆。漫画から、パルトク。特性カテゴリーのステータスが 170%。ini untuk bahas-bahas kemampuan saya kita akan, saya kita. Kita akan bahas di konten lain ya. キャラクターの場合は、ステータスが 200% アップいたします。続いて必殺技残空魔線は一旦アタックが大幅上昇しディフェンスが上昇、相手に極大ダメージを与えます。超必殺技ライジングレッパはアタックが大幅上昇、4ターンディフェンスが上昇し相手に超極大ダメージを与えます。ピッコロのユニット必殺技指定魔漢光殺法は超必殺技の効果に加え1ターンの間、仲間の回心率が 20% アップいたします。そして敵の行動をそのターンのみ1回無効化するアクションブレイクもすることができます。ユニット必殺技の発動条件は名称にピッコロを含むキャラクターが攻撃参加中の味方にいるときかつ気力18以上で
発動することができますので、ぜひ積極的にユニット必殺技を狙ってみていただければと思います。続いてパッシブスキルは、自身の登場時一度だけ登場時演出が発動し、5ターンの間自身の気力が上がり、会心率とダメージ軽減率がともに 40% アップいたします。また常時すべての攻撃をガードし、攻撃時にはさらにアタックが上昇、攻撃を受けるときにはさらにディフェンスが上昇いたします。それぞれ気力メーター24の際には追加効果として会心率、ダメージ軽減率もアップいたします。ウィンライチェンアカンマンパルカナルカネト。オイアベテオントライチェンジュカーヘプロンパースパソントイファニファンパールやアピフィピパールイトプロン。自身を除く攻撃参加中の味方全員の気力を上げることができ、攻撃を受けるたびに自身の気力も上がり、さらにそのターン中はアタック会心率も上がっていきます。また火玉取得で気力が上がるたびに気力が上昇するため、先ほどの登場時演出と被弾効果を合わせると気力メーター24も達成しやすくなっております。さらにさらにバトル中自身が5回攻撃するか8回攻撃を受けると、次の自身の攻撃参加ターン以降会心率、ダメージ軽減率が上がり、味方全員の気力も上げることができます。そしてアクティブスキルご飯の地震では、1ターンの間自身の気力とディフェンスをアップし、敵の攻撃を自身に集中させるだけではなく、必ず会心が発動するという発動ターン中は攻守に隙のないキャラクターとなっております。これまで紹介した効果がうまく噛み合うと、会心発動率 100%、ダメージ軽減率 80% にもなるので、まさに映画ドラゴンボールスーパースーパーヒーローで大活躍した攻守ともに圧倒的強者である孫悟飯ビーストをぜひドッカンバトルで体験していただきますと幸いです。続いては伝説降臨祭より祭り限定キャラクターとして登場いたします。三千と輝く英雄ガンマ1号とガンマ2号スラッシュガンマ1号を紹介させていただきます。こちらのキャラクターは8周年で登場したスタンバイスキルを所持しておりますので、まずはスタンバイ前の演出をお見せできればと思います。フォーマットフォーマット8周年ロンドンで8ダダダダダ、ini BGM lawas sih. BGM-nya damai itu. Ekamat niku deh. UKT satu. いかがだったでしょうか。ガンマ1号とガンマ2号の華麗なコンビネーション技を再現させていただきました。それでは性能紹介に移らせていただければなと思います。属性は超知、リーダースキルはスーパーヒーローカテゴリーのステータスを 100% アップいたします。必殺技ビクトリーコンビネーションは一旦アタックとディフェンスが上昇し、相手に特大ダメージを与えます。超必殺技スーパーガンマブラストは一旦アタックとディフェンスが大幅上昇し、相手に超極大ダメージを与えます。続きましてパッシブスキルです。自身の気力、アタック、ディフェンス上昇に加え、HP 30% 以上の時にはさらに気力とアタック、ディフェンスを上げることができます。またスーパーヒーロー、このレコーディングが正義の味方カテゴリーの味方全員のステータスを上昇させることができます。そして取得キ玉の種類ごとに様々な効果を持っており、取得チキ玉1個につき自身の会心の発動確率が上がり、必ず必殺技が追加発動。取得即キ玉または力キ玉1個につき自身の会心の発動確率が少し上がり、必ず追加攻撃し超高効能性必殺技が追加発動いたします。どちらもターン中最大2回制限がございますが、ぜひ状況に応じてキ玉を取得し遊んでいただければなと思います。また
バトル中自身が3回攻撃すると、そのターン以降アタック・ディフェンス上昇に加えダメージ軽減率が 30% 上昇いたしますので、最大2回の追撃を生かして最速の1ターン強化を狙ってみてください。それでは皆様気になっているかと思いますが、スタンバイ演出、スタンバイでの必殺技、超必殺技、そしてフィニッシュスキルも一気にご覧ください。フィニッシュスキルどうぞ。1号あいつを引きつけて時間を稼いでくれ。2号あれまさかまさか闇は爆散で、ルル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 ル。あ、さやかや、あっや、じゃあ、ピラン、ピックモメン。いかがでしたでしょうか。映画にありましたあの感動のワンシーンをドッカンバトルで再現させていただきました。それではスタンバイ状態での性能を紹介いたします。スタンバイ状態への移行条件は、HP70% の時、またはバトル中自身が3回以上攻撃をすると発動可能となっており、4ターンの間味方が攻撃するたびにチャージカウントが1増加いたします。映画内でもありましたセルマックスに放った2号の最後の攻撃のシーンをもとに作成いたしました。次に必殺技、超必殺技の性能を紹介いたします。必殺技ヒロイックアサルトは一旦アタックとディフェンスが上昇し、相手に極大ダメージを与えます。超必殺技スーパーガンマブラストは一旦アタックとディフェンスが大幅上昇し、相手に超極大ダメージを与え、さらに一旦長兄の仲間のディフェンスを 50% アップいたします。続いてパッシブスキルの紹介をさせていただきます。パッシブスキルですが、スタンバイ中は常時自身の気力プラス6、アタックディフェンス 250% アップ、ダメージ軽減率を 50% アップし、さらに攻撃時にアタックとディフェンスが上昇いたします。その代わりスタンバイ前にあったバトル中自身が3回攻撃すると、そのターン以降アタックディフェンス上昇に加え、ダメージ軽減率が 30% 上昇という箇所はございませんので、ご注意いただけますと幸いです。その他のパッシブスキルはスタンバイ前と基本は同様のものとなっております。ガンマ2号、ガンマ1号。最後にフィニッシュスキルのご説明をさせていただきます。こちらはチャージカウント1つにつき一時的にアタック 100% アップし、相手に超究極ダメージを与え、一旦相手を気絶させます。そしてフィニッシュスキルを放ったのは映画と同様にガンマ2号はバトルに参加しなくなり、ガンマ1号に交代いたします。基本的にその後はガンマ1号としてバトルすることになるのですが、超必殺技パッシブスキルも少し変わっていますので、こちらもご紹介いたします。超必殺技のスーパーガンマブラストですが、一旦アタックディフェンスが大幅上昇し、相手に超極大ダメージを与えることに加え、2ターン長兄の仲間ディフェンス 50% アップとフィニッシュスキル前よりも1ターン効果が長くなっております。またパッシブスキルですが、自身の気力アタックディフェンスアップに加え、ダメージ軽減率 15% アップを持っており、 HP 条件を満たすとさらに気力アタックディフェンス上昇に加えて、ダメージ軽減率がさらにアップいたします。
スタンバイ前から持っていた味方のステータスサポートは継続して持っており、追加で常時必ず必殺技が追加発動いたします。そしてガンマ1号のみとなったこの状態では速記玉を木玉に変化させ、取得値または力木玉1個につき会心の発動確率とダメージ軽減率が上昇していくという2号の意思を受け継いだ性能となっております。少し長くなってしまいましたが以上となります。 OK、正義のスーパーヒーローにふさわしい2人の最強コンビをぜひ仲間にして遊んでみてくださいね。こちらで今回の最新情報は以上となります。またね。今回紹介させていただきました、Like, comment, subscribe. また降臨祭につきましては、またね、どちらも2月16日金曜日に実施予定となっておりますので、楽しみにお待ちいただければなと思います。この動画は最後となりますが、9周年極大独感謝祭はまだまだ続きますので、ぜひ楽しんでください。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。